皆さんこんにちはレック専任講師の友嗣ですさて今回はですね2023年合格目標、えー、宅地建物取引士、えー、宅建士オールインワン攻略講座こちらの講座説明のガイダンスとなりますはいでこのオールインワン攻略講座これ、えー、ね毎年やっている講座なんですけれどもこの講座一体どういう講座なのかと えいうところをですね、まあ、ちょっとお話していきたいなというふうに思います。まあ、こちらなんですけれども、はいまあ、こんな方におすすめというふうに書いてあります。はい 過去問解いいても点数が伸びない方あと一歩なのに合格点までなかなか届かない方まと、あ、してとにかく2023年で合格したいという方ねこういう方におす,すめとなっておりますっていう話なんですけどもまず何かというとまあ皆さん勉強しましょうって言ったらばまあ知識を入れますとで過去問を解いていきますと、えー、そうするとまあ過去問と同じものであればあなるほどねっていうふうに答えが出せる。で、ね、でもなかなかかそれで 点数って伸びないんですよね。そう、ちょっと言い回しが違っている。まあ、もしくはその知識をもとに考えなければいけない。問題ってのがあるね。まあ、もっと言うならば、判決文問題のように読み取らないといけない問題がある。つまりじゃあねえ。インプットしました。で、ね、えー、代表的な過去問解きました。それだけでは。 ね、最後のの一歩の力が出てこない合格点のちょい下までは来るんだけどなかなかそっから一歩先に進めないそういう方のための講座と、えー、いうふうに、えー、理解しておいていただければいいかなという感じになります。ですので、まあ、こちら問題どういう問題を扱っていくんですかって言ったら、まあ、全部で4回あるんですけれども、まあ、大体あの1回目ではまあ権利関係とかそこら辺を中心に2回目では宅建行法を中心に、まあ、3回目では法令上の制限を中心に。 で4回目は税価格とかあとはまあ法改正の分野とかですね、はい、であとは判決文とか、まあ、そういったものを扱っていきましょうということなんですけどもただ単純な知識の問題ではなくてそう先ほども言った通りちょっとひねられているちょっとこう聞き方が違っているもしくはその知識をもとに 一つ考えなななけければいいい問題になっているあとは読み取らなければいけない問題になっているそういう問題をギュッと集めたそういう講座になっています。 でですのでそうまさにこのね過去問解いても点数が伸びない何でなんだって言った時にそれは過去問と同じものが出れば解けるかもしれないですけどもそれとね違う言い回しをしていたらいきなり解けなくなるっていう方をな、ね、んとか合格ラインにまで持ってこうっていうそういう感じの講座だというふうに理解していただければいいかなというような感じでございます。 はい、でそうするとねうんなるほど、えー、まあね思考力が問われる問題方法なるほど一見すると難問に見える問題方法なるほど、えーまあ、そういう問題でね、えー、ちゃんと合格点にたどり着かせるそういう講座なんだあれちょっと待ってだとしたらそこをやるってことは単純な知識っていうのはやらないってことですかだっっっったらそれっててて名前ののオールインワンワ全部が入ってるっていうのとは ちょっと違いませんかねっていうふうに思った方はい実はですねこの講座のもう何て言うんですかね目玉と言いますのはもうテキストなんですこのテキストこれあの昨年版の昨年版のテキストです今年版はねまだこの収録時点では、えー、まだ作ってはいないんですけれどもまあこれを改訂するって形になりますけれどもねはい去年版のテキストがですねなんとはいねえー、結果 こな厚さになってるわけですよ。これえー、分厚さですけど見えますかね？はい、ええー、と昨年版で言います。と、えっ、ー、と229ページまでですかね。はい、えー、テキストがそんだけ、えー、分厚いということになります。なんでですか？そう。実はこれ229ページ分全部問題ではなくて、実はこのテキスト半分以上付録です。はい、半分以上は言い過ぎかなあ。半分以上だえー、半分以上付録になっています。はい、じゃ、付録にはどういうものが、えー、載ってるんですか？って話になると思うんですけどもはい。付録。まあ ご自身でやっていただく部分ですねまずは、えー、こんなものがついてますはい、えー、重要数字コレクション付録って書いてありますまあ、要するに自習の課題です、えー、自習課題みたいなものなんですけれどもはい。まあ、こんな感じでねはい。まあ数字とかを入れていきましょうで、ただ数字を入れるわけではなくてその数字の周辺とかね、えー、そういったものも、えー、ね、えー、ご用意させていただいておりますがまあ、こういうね、えー、数字絡みのところをしっかりとね、えー、覚えているかどうかをチェックするまあチェックドリルみたいな ものもついております。で、それからですね。はい。重要事項説明の過去問集ですねえ、これ、何かというとまあ、重要事項説明、いっぱい覚えるものありますよね。あれえー、覚えるものあるんですけどもまあ、なかなかね。あのね。あの。 インプットのテキストをゲーと見てもなかなか覚えられない。やっぱり過去問解く中で覚えていきましょうって言ってもそんなに過去問がね、えー、ないとまあ覚える機会がないよねってことで実はこれ項目別にまとめております。はい、えー、例えばまあこんな感じで、ね、A の1、A の2みたいな感じでまあこの A の1番だったらまあいわゆるそのね盗取された権利のお話の問題だけをこうやってバーっと集めているっていうですね。えー、でそうすると同じ論点の問題を 何度も何度も解くっていうことで、えー、それであの頭の中に刷り込んでいきましょうっていうまあ、そういう趣旨のフロ、えークですね。でそれからはい。 こちらです、ね、まあオリジナルのまとめですね知識はここで確認しときましょうということで、まあ、いわゆるサブノートみたいなものです、えー、試験会場でね、あのー、見たりするのにぴったりなサブノートなんかのまとめの付録も、まあ、こんな感じでね、えー、つけておりますみたいな感じなのでここで知識の確認とかもできますという形になります。そうですので知識の確認は付録でそして、ね、考えなければいけない問題の解き方とかそういったものを 講義でそうつまり、えー、講義とテキストの ダブルで力を伸ばしていこうそしてそこに全てを入れていこう。合格に必要な全てを入れていこうということで、そういう意味でオールインワン攻略講座というですね、こういうタイトルにしました。はい。ですので、まあ、このオールインワンというのは、講義とテキストがダブルになって、えー、全てが網羅される。まあ、そういうイメージだと思っておいてください。でですね、こちら、はい。日程なんですけれども、どんな日程でやるんですかっていうと、まず、えー、新宿エルタワン本校。 生講,義ですね、生講義の方がですね8月の28日、9月の4日、9月の11日、9月の18日、えー、これですね、まあ、毎週月曜日4回です。えー、各19時15分から21時45分まで新宿エルタワー本校の方で行います。でですねはい私はまあ通信もありますし、あとはズームですね。 はいこちら、ズーム配信もございます。でズーム配信がですね9月の28日木曜日、10月3日火曜日、10月5日木曜日、10月10日の火曜日、えー、時間は同じ、えー、19時15分から21時45分までということになります。でこれはですねまあちょっとあの時期がずれているのはなぜかって言ったらば、実はこれ、あの通学を受ける方は、通学に、えー、ズームも受けられるんですよ。そうつままり通学クラスを申し込むと、まあこ こっちもここっっちちもも両方ね受けられるしこっちも受けられるまあもちろん通信も見れますというね、えー、そういう感じになりますのでそう何かというとここで4回学んでいただいてで復習をした上でもう1回、えー、受けられるようにしてあります。はいですので、えー、両方受けられるようにもなってますし、まあ、もちろんズームだけっていう形でねあ、まあ、通信とズームだけっていう形でね新宿がちょっと遠いから来られないとかねいやちょっと月曜の夜は都合が悪いんだよねって方はこちらの、えー、ね まあ、通信とズームだけっていう形で、えー、やることもできますでこれがですね、まあ、例年ここの8月の下旬から、まあ、9月の中旬までね、えー、講座をやっていたんですけどもいや,やっぱり直前期不安だよっていう方もいらっしゃるのでじゃあ直前期にもう一回ね振り返りができるチャンスを、まあ、もしくは、えー、直前期にもうね何、えー、て言うんですか あのまあ、通学の時間は終わってしまったけれどもいやまだ過去問が伸びないんですねやっても伸びないんですっていう風になってはいねえー、最後の最後をちょっとね、えー、このオールインワン講座最後にもう一回受けたいみたいな感じでね、えー、それで、えー、受けてくださるって方も、えーね、いらっしゃるかなと思いましたので直前期にねズ、えームの方は設定させていただきました。ということで、えー、こちらのですね はいこのオールインワン攻略講座え、かなりおすすめの講座になっております。もうテキストもね、まあ、これ昨年度版のテキストですけれども、はい、まあ、今年版もう今ね、えー、まさにこうちょうど今、改訂作業中で、えー、もうさらにいいものにしようと頑張っておりますので、はいぜひ、ね、ご期待の方、お願いいたしますということで。でででこちらなんすすけれども実はですねはねい 私、道場もう一個やっておりまして、えー、お盆特訓という、えー、講座も、えー、やっておりますでこちらのお盆特訓に関しては、まあ、また別の動画でね、えー、お盆特訓については説明してるんですけどもこれはあの何かって言ったらもう本当にあのん,なんていうんですかねもう基礎中の基礎みたいなものを、まあ、ちゃんとね前半身についてるかどうかっていうのを一問一答、まあ、350問ぐらい解いて一気に確認していこうっていう講座なんですけどもその講座と、えー、このオールインワン攻略講座の講座 セットで申し込むとお得だというですねパックをご用意させていただきました、えーまあ、セットで申し込むと結構ね、えー、お安くなりますのではい、えー、ぜひね、まあ、両方受けるという方はこちらのね、えー、セットの方で申し込みをお願いいたしますはいという感じでね、えー、ぜひぜひこのオールインワン攻略講座、はい 8月28日から、まあ、もしくは9月の28日から、えー、ね、えー、まあ、受講をされるという方は、一緒に頑張ってやっていきましょう。それではですね、えー、今回はこの辺にて終了したいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。はいではですね、えー、8月28日、新宿、エルタワー本校、まあ、もしくはえ9月の28日、ズーム m もしくはえ、ね、え通信の、ね、ウェブ上、画面上でお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、どうもありがとうございました。